ミサヤムさん、大山マスタツさんとの出会い、本当にね堪能させていただきました。やっぱり人はですね、危機に陥った時にもう何くそとね火がついて新しいことにトライするんだろうなと思いました。退部届を叩き続けてですね、新しい道に乗り出した。そしてその果てにはキックボクシングとしての試験にね合格して、ミスター M さんがプロになるところで、いやこのストーリーもなかなかね物語になるんではないかなと思いましたけどね。逆境こそ人を鍛える、そうですね、技は力の中にありって言われてましたよね。うん、私はねこういう言葉が好きなんですよ。力なき正義は無能なり、ね、正義なき力もまた無能なりというね、ピンアンの方の時にこうマス大山が言われてたらしいですけども、ピンアンの方ってのはね私もよくできないんですけど、もうすでに打ち込みましたね。空手にもそうですし、それからトレーニングですよね。やっぱり自分の腕がどんどん太くなっていって、胸がねどんどん厚くなっていって、でウエストが細くなっていくことっていうのはなんでか知らないですけどね、男の喜びといいますか、すごくこうそれだけでモチベーション上がるもんですね。ということでね、もう今は本当お遊びレベルかもしれませんけども、筋トレをね続けさせてもらってるっていうところですかね。ミサヤムさん、これからも名だたるプレイヤーとの出会い、チャンピオンとの出会い、またお話聞かせてください。ありがとうございました。